どうもタッカーです。今回は1時間で経験値を1万稼ぐ方法を紹介していきたいと思います。で、これから紹介する方法は1つの条件とあらかじめの準備が必要になります。で、今この動画を収録しているタイミングがファーストイニングプログラムっていうのがやっているタイミングなんですけど、期間限定で経験値が倍になるっていうキャンペーンをやっているので、そのキャンペーンの期間を利用してやるっていうのが条件になります。そしてあらかじめの下準備なんですけど、今回はエキシビションっていう通常の対戦モードを使って経験値を稼ぐっていう方法を紹介していくので、そのための準備になるんですけど、まず一番最初のメニュー画面の右上のクリエイトからロースターコントロールを選びます。ここでオリジナルの選手を作ることができるんですけど、ピッチャー2人と野手1人の合計3人を作ります。で、ここに来るとデフォルトでこういう選手が出来上がっていて、ジョーランダムって書いてあるんですけど、今回3人選手作るので名前はちょっと分かりやすいように書いておくといいかなと思います。まずは全ての能力がマックスの先発ピッチャーを作ります。なので、まあシンプルにグッドピッチャーにしておきましょうかね。で、まあ見た目とかは特に変える必要ないので、アトリビューツのピッチング、ここでいろんなピッチャーの能力の数値を設定できるんですけど、この数値を全部マックス99にします。ということで、まあ、こんな感じでもう全ての能力の値をマックスにする感じですね。一応野手能力とかも、まあ、守備とか特にピッチャーにも関係してくるので、まあ、この辺も全部、はい、マックスにしてあります。で、これでまず1人目が準備完了なので、フィニッシュでセーブしていきます。で、一番下のこのフリーエージェントプール&エクスポートプレイヤーっていうのを選択します。まあじゃあこれも分かりやすいようにグッドピッチャーにしておきましょうかね。で、セーブします。じゃあ2人目ですね、今度は能力がめちゃめちゃ低いピッチャーを作ります。まずは名前をまあ、こんな感じで分かりやすくバットピッチャーとかにでもしておきましょうかね。で、もうこの辺はもともと最初から能力はゼロになっているので、まあ、ポテンシャルはいじらなくていいか。うん。これで終わりですね。これで2人目完成ですね。なので、フィニッシュをして、先ほどと同じくフリーエージェントプール&エクスポートプレイヤーで、バットピッチャーでセーブしておきましょう。で、今度3人目は能力が低い野手を作っていきます。で、まあ、野手っていうかバッターなので、まあこんな感じにしとこうかな。バットバッターまあ、名前のネーミングはもう適当で何でもいいので、自分が分かりやすいやつにしたらいいかなと思いますね。で、一応プライマリーポジションはピッチャー以外のところにしておいて、まあ、セカンダリーポジションとかも適当に、うん、まあ選んでおいて、これで完了ですね。で、能力値とかもデフォルトではゼロで先ほどと一緒なので、これでセーブしていきます。バッドバッターでセーブですね。はい、でこれで、3人の選手を作りました。で、この作った3人の選手のうち能力がゼロのピッチャーとバッターをどこかのチームに、でいいピッチャーをまた別のチームにそれぞれ入れていきます。で、オリジナル選手とかそういった作った選手をチームに入れていくのがこのロースターコントロールからになりますね。まあ、正直チームはどこでもいいので、もう自分の好きなチームを選んでもらって全然いいんですけど、僕の場合一応フェイバリットチームっていうのがロサンゼルスエンジェルスにしているので、一つはロサンゼルスエンジェルスにすると、うん、あのチーム選びが楽かなと思いますね。なのでエンジェルス選んで、ここのマネージロースターインポートプレイヤーっていうところがあるので、これを選んで、でピッピッチャーのローテーションで一番上に来てるのがおそらくディラン・バンディかな。じゃあ今回はディラン・バンディにしましょうかね。で、ディラン・バンディを選んでインポートピッチャーっていうのを選ぶと、はい、先ほどのロード画面に来るので、
ここでグッドピッチャーを選んでおきます。そうすると、うん、ここに G ランダムっていうのが出てきましたね。これで先ほど選んだディラン・バンディに代わってこのグッドピッチャーランダムがこのロースターに加わることになります。で、一応念のためこのピッチングローテーションっていうところで、あーそっか、グッドピッチャーランダムが2番手に来てるのか。じゃあこれは、うん、一番上に変えておきましょう。で、もう一つ違う球団を選ぶんですけど、まあ分かりやすくという、まあ簡単にアストロズにしとこうかな。うん、で、ここもこのマネージーロースターインポートプレイヤーというのを選んで、で、ここで今 MLB として所属している選手がいると思うんですけど、このメジャーリーグベースボール MLB って書かれているところの選手を、全部先ほど作った、バットバッターに変えていきます。例えばこのアレックス・ブレグマンを選んでインポートポジションプレイヤー、ここでバットバッター選ぶと、うん、今一番上から消えちゃってるんですけど、ここにいますね、バットバッターランダムで。 MLB にいるピッチャーは先ほど作ったバットピッチャーをインポートしていく感じですね。はい、こんな感じでバットピッチャーとバットバッターがそれぞれ置き換わってますね、みたいな感じで、MLB に現時点で所属しているピッチャーとバッターをそれぞれ今みたいに変えていきます。ちょっとこれは時間かかるので一旦カットしますね。よし、これで MLB の所属選手は全員バットピッチャーかバットバッターに、うん、置き換わったかな。よし、これで、で、そうするとラインナップも全部ベンチもこれすごいな、こうやって見ると全部バットバッターかもしくはバットピッチャーのどっちかになってますね。で、同じようにピッチングのローテーションも全部バットピッチャーになってますね。これで一旦戻って、で、ここでセーブロースターを選択します。これで今の、カスタムしたロースターをセーブしていきます。まあこんな感じかな。ちょっといい名前があんまり思いつかなかったけど、まあ、経験値の XP とあとエンジェルスとアストロズのロースターをちょっといじってるので、まあ、それが分かるような感じにしておこうかな。で、これを確定してこのロースターをセーブしていきます。これで準備が完了ですね。で、あとはこのセッティングスからファイルマネージメントを選んで、ロードロースターズからセーブドロースターズで、これですね、このエンジェルスアストロズのやつを選べば先ほど作ったロースターのロードができますね。で、あとはこのエキシビションマッチで、一つはエンジェルスで、もう一つをアストロズを選んで、で、この場合はエンジェルスを操作するっていう風にして、うん、で、この場合グッドピッチャーランダムを選ぶんですけど、ここで R2 を押すと、プレイヤーロックって言ってその選手だけをプレイするっていうことができるので、 R2 でプレイヤーロックをした状態でグッドピッチャーランダムを選びます。で、あとは、アドバンスに当たるボタンを押して試合開始ですね。じゃあ早速試合やっていきましょう。よし、じゃあ試合が始まってグッドピッチャーランダム出てきたね。で、相手バッターが全部能力がゼロのバットバッターランダムなので、あとはもうひたすらピッチャーで、うん、いきなり100マイルの豪速球投げたな。で、あとはできるだけ、うん、このグッドピッチャーランダムで三振を取っていくって感じですね。よし。で、相手バッターの能力は低いのでかなり三振は取りやすいとは思いますね。よし。いや、早っ、101マイル三者三振。これで左上見てもらうと分かるんですけど、600経験値貯まるんですよ。じゃあちょっと最後どれぐらい経験値ゲットできるか見てみましょうか。よし、これで最後のバッターになったので三振取れるかな。
よし。ということで試合が終了になりました。まあ、結果的には12対0で勝てたんですけど、なんか思いのほか、うん、相手バッターからヒットもそこそこ打たれましたね。うん、全バッター能力ゼロのはずなんですけど、なんかうまいこと野手の合間に落ちたりとか、うん、外野の前に落ちるヒット打たれたりとかしたんで、まあ、結果的には完全試合とかノーヒットノーランはできなかったんですけど、まあそれできなくても多分結構経験値は稼げると思うので、まあどれぐらい稼げたかちょっと見てみましょうか。右側のエグジットポストゲームからコンファームエグジットを押すと合計でどれぐらいの経験値がゲットできたかっていうのが出ると思うので、ちょっと最後それ見てみましょう。おお、4892。うん、まあ5000にはちょっと届きはしなかったけど、でもほぼ5000この1試合で稼ぐことができたので、まあ、これ2回やってもうちょい三振取ったりとかすれば多分5000超えることもできたと思うので、だいたいワンプレイまあ15分とか20分とかぐらいで終われると思うので、まあ、1時間もあれば2試合もしかしたら3試合ぐらいできるかなと思うので、確実に1時間で経験値1万稼げると思うので、まあいろいろと条件とか下準備がね必要になってはくるんですけど、もしよかったら参考にしてみてください。ということでこんな感じで、まあ、Tips とかあと解説動画っていうのも上げているので、他にもこういった動画見たいよっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。